ヤン・マテイコによる、ボレスワフ一世、ビソキボレスワフ一世ビソキは、ブロツワフ公。プワディスワフ二世の長男、母は、オーストリア編強迫レオポルト三世の娘で、ローマ王コンラート三世のイフ妹であるアグネス。ミエシコ一世、コンラトの2位。ヤロスワフ、ヘンリク一世の父。新生ローマ皇帝フリードリヒ一世は、母方のいとこにあたる。 ボレスワフは、プーツクにあった同盟の祖父ボレスワフ三世、クシボウスティの宮殿で幼年期を過ごした。祖父の死後、1138年になって、初めてポーランドの首位の公であり、君主であった父ブワディスワフ二世が治める、長子領の首都となったクラクフへ両親と共に、移り住んだ。ブワディスワフ二世の知性は短く、波乱に富んでいた。 自分の統治地域から彼の異母テたちを排除しようとしたとき、衝突が起こった。年代記作家ビン・ツェンタ・キャドラベックによると、兄弟間の対立は、ブワディスワフ2世の妻アグネスによって先導された。彼女は、夫が長男として、全国の唯一の統治者である権利があると信じていた。一方、ボレスワフ3世の未亡人であり、ブワディスワフ2世のママ母であった。 サロメ・フォンベルク・シェルリンゲンは、他国の統治者と同盟を結び、自分の息子たちの支配を確立するために、すべての機会を利用し、年少の金たちが、ブワディスワフ2世の息子、ボレスワフと、ミエシュコに道を譲る立場になることを恐れていた。サロメは、ブワディスワフ2世に知らせずに、ウェンチサの土地を、息子たちに残すことに決め、 キエフ大公フセボロド2世の息子の一人と末娘、アグネシュカを結婚させようとした。しかし、ブワディスワフ2世は、より早く大公に、いくつかの政治的優位を与え、結果として、フセボロド2世の娘ズベニスラバと、ボレスワフとの結婚が1142年に、執り行われた。ポーランドルテニア同盟はすぐに、 ブワディスワフ2世と年少の金奪との争いで大変重要であることが示された。最後の紛争の勃発は1144年のサロメの死後起こった。ブワディスワフ2世の勝利は軍事的優勢のおかげで時間の問題であろうと思われた。ブワディスワフ2世は勝利するのに十分だと確信して反乱の間対抗フセボロド2世を助けるため、 ボレスワーフを派遣した。しかし、致命的な疾患で、フセボロド2世が死亡したことにより、ボレスワーフのキエフへの遠征は完全な失敗に終わり、キエフは完全に混乱に陥っていた。1146年には、元カシン、ピョトル・ブーストビチの先導で貴族にも反乱を、起こされた父を助けるため迅速な帰還を余儀なくされた。ボレスワフが重保した。 少数の兵では父に対する全面的な反乱を鎮圧するには十分でなく、年少の金立ちに完全に破られた。父も反乱軍に追放され、一家はプラハのボヘミア公ブラジスラフ2世の宮廷へと亡命した。しばしボヘミアに滞在した後、ブアディスワフ2世とその家族はドイツへと移り住み、妻、アグネスの異府系であるローマをコンラート三世の庇護を受け、 復権に向けての助けを得た。最初、アグネスの家族関係のおかげで、亡命は数ヶ月間だけだろうと思われていたが、急で準備不足の遠征隊は、オーデル川を越えることができず、ブワディスワフ2世の以前の進化の強い反対と、コンラート3世の長旅に起因する問題のために、最終的に失敗した。コンラート3世は、 ブワディスワフ2世一家に一時的な居住地として、ザクセンのアルテンブルクを与えたが、ブワディスワフ2世は、最終的にここで生涯を終えることになる。アルテンブルクでの退屈な生活に飽きて、ボレスワフは、保護者であった、コンラート3世の宮廷に行き、ドイツの政治問題の大半に参加した。1148年に、コンラート3世が、 コンスタンティノープルや聖地周辺を訪れている時に第2回十字軍に参加した。コンラート3世は、ブアディスワフ2世のポーランドへの帰還の保障に成功することなく1152年に没した。彼の後継者は、老いのフリードリヒ1世であり、ボレスワフは引き続き、フリードリヒ1世に従った。しかし、フリードリヒ1世は、 ブワディスワフ2世を助けることをせず、神聖ローマ皇帝に体感するために、ローマへの遠征を行った。ボレースワフは、この遠征に参加した。1157年になってついに、フリードリヒ1世はポーランドへの遠征を計画した。ブワディスワフ2世とボレスワフたちが遠征に直接参加していたかは不明である。衝突の結果、 軍事的勝利とボレスワフ4世のフリードリヒ1世に対する屈辱的な降伏となっても、ブワディスワフ2世の期待外れな結果に終わった。ボレスワフ4世はフリードリヒ1世に侵入し、一方のフリードリヒ1世はポーランドをボレスワフ4世と年少の金たちの支配を維持することに決めたためであった。2年後の1159年5月30日に、 ブワディスワフ2世はポーランドに戻れないまま亡命先のアルテンブルクで没した。シロンスク・ピャスト家の王冠のないクロの紋章家族に対する皇帝の行動に失望しながらも、ボレスワフは多くの戦争に参加し、皇帝の傍らに仕えた。1158年から1162年の間、彼はフリードリヒ1世のイタリア遠征に参加して、 ミラノの城壁での決闘により有名なイタリア人騎士を倒し、名声を得た。ボレースワーフの忠実な働きがやっと1163年に報われ、フリードリヒ1世はドイツのニュルンベルクで合意文書に署名して外交ルートを通じ、シロンスクの遺産をブワディスワーフ2世の直径に変換させるよう取り計らった。ボレースワーフ4世がこの時亡命した。 王子の帰還を認めることに同意した理由は、ブアディスワフ2世の死後、彼の息子と彼の支配に直接影響を及ぼしていた。ポーランドの支持者は、帝国の支持を重要視していたので、フリードリヒ1世をポーランドから遠ざけるためであった。しかし、ボレースワフ4世は、彼の領地の安全を維持して、ブロツワフ、オポレ、ラチブシュ、 グルフ、レグニツァというシロンスクの都市への影響力を保持することを決定した。ほぼ16年の亡命の後、ボレスワフは、戦災、ズベニスラバが生んだ長男ヤロスワフと、長女、オルガ、5歳クリスティナと弟ミエシュコと共にシロンスクへ帰還した。待って、コンラとは、ドイツに残った。ボレスワフ一世と、ミエシュコ一世は当初共同統治を行い、 二年後の1165年に、ボレスワフ4世に、支配されていたシロンスクの主要な都市を取り戻し、全、シロンスクにおける完全な影響力を獲得した。しかし、主な権力は集中されて、長男である、ボレスワフ1世により行使された。シロンスクへの統治から三年、ボレスワフ1世はポーランドに派遣を回復するために、オジボレスワフ4世に対する、 報復的な遠征をするだけ、十分に強くなったと感じていた。シロンスク広国の分裂の始まり。ボレースワフ一世微速、ヤロスワフ三重四国一世プロントの義だが、弟を排除しての、全権力の行使は1172年に、三重四国一世の反乱を招いた。シロンスク公爵化における、 大きな動乱として、ミエシュコ一世は、おいで、ボレスワフ一世の長男ヤロスワフを支持した。ヤロスワフは、ママ母、クリスティナの陰謀により、聖職者になることを強制されており、クリスティナは、自身の息子たちが、唯一の相続者となるよう願っていた。反乱は、ボレスワフ一世にとって、全くの驚きであり、彼は、ドイツのエアフルトへの逃亡を余儀なくされた。 フリードリヒ一世は広告をボレスワフ一世に取り戻させるために強力な武力干渉によってボレスワフ一世を支持することに決めたが、おじのミエシコ三世が皇帝の劇場を沈め、ポーランドの国内事情から遠ざけるためにボレスワフ四世によって派遣された。ミエシコ三世はフリードリヒ一世に8000本の銀を与えてボレスワフ一世の復帰を約束。 彼は1173年の初めに、自邸へと戻った。しかし、弟と息子との和解にもかかわらず、彼は、シロンスクを分割して、ラチブシュ広告を、ミエシュコ一世に、オポーレ広告をヤロスワフに与えなければならなくなった。4年後の1177年、ボレスワフ一世は人生における主要な目的、調子量とこれに付け属する種位の公の称号の、 回復に近づいていた。オジカジミエシュ二世と、重帝オドンとで、ミエシュコ三世から統治権を奪うために陰謀を、くわだてた。クーデターは、マオポルスカの指示を得て、カジミエシュ二世は、マオポルスカを支配し、ビエルコポルスカは、オドンの味方をした。しかし、ボレースワフ一世は、ミエシュコ一世とヤロスワフに、再び反乱を起こされ、思いがけない敗北を被った。 このことは、カジミエシュ二世が誰からの干渉を受けることなく行動できるようにし、カジミエシュ二世は、周囲の公であると宣言された一方、ボレスワフ一世は再び、ドイツへ逃亡した。カジミエシュ二世の朝廷のおかげで1177年に、広告へ戻ったが、末コンラトに、グーグフを与えることを強要され、権力のさらなる縮小に苦しんだ。 この不幸な出来事は、ボレスワフ一世の政治的範囲を変えた。それ以来、ポーランドの政界を引退して、努力を、広告の統治に集中させた。1190年に、コンラトが、このないまま亡くなり、グーグフを取り戻した。1201年には、経済と商業活動に専念、植民地化が、ドイツの貧しい地域から始まり、 大幅に広告の経済発展を早めた。この政治路線は、守備よく抜止のヘンリク一世によって継承された。また、ルビョン州に、市東会のルビョン州修道院を設立した。ザーレガは、上流、ンゲンのプフォルタからの修道士と協力して、そこは、シロンスク公爵の埋葬地となった。他のピャスト家公爵から、自身の領地を守るため、 1198年に、ボレスワフ一世は、教皇院のケンティウス三世から、治療保護のための教皇直所を手に入れた。同年にヤロスワフと和解、ヤロスワフは、ブロツワフ司教に選ばれた。このことによって、ボレスワフ一世は1201年3月22日の、ヤロスワフの死後、オポーレを相続することができ、オポーレは、治療に再統合された。 ヤロスワフの死から9ヶ月後、レシニツァの城で1201年12月7日に74歳で亡くなった。遺体は自身の設立した死党会の修道院に葬られた。医療はヘンリク一世に相続された。1142年、キエフ大公フセボロド二世の娘ズベニスラバと最初の結婚をし、二人の子供を設けた。1157年までに、 ドイツ人のクリスティナと再婚した。歴史家、カジミエシュ・ヤシニスキによれば、彼女は、エーファーシュタイン、ホンブルク、パッペンハイムのうちいずれかの高貴な家の一員と、推定される。夫妻は7人の子供を設けた。ポーランドとドイツの歴史学では、中世初期におけるシロンスクと神聖ローマ帝国との関係をめぐる論争が存在する。一部のドイツの歴史学者によれば、 1163年のある日、つまり、ボレスワフ兄弟たちがシロンスクに帰還することを許された日が、シロンスクがポーランドから切り離され、神聖ローマ帝国の一部となった瞬間としている。神聖ローマ帝国は、現代のドイツと同じ国家ではないのだが、民族主義的な動機によりこれをもって、シロンスクが、 名実ともに、現代のドイツのものになったのだとする主張につながる。他方、ポーランドの歴史学者は、ボレスワフ4世により帰還を許された兄弟は単なる、分割されたポーランド王国における典型的な、ピャスト家の公爵であったと主張している。ありがとうございます。